こんにちは、加藤咲です。本日はですね、粋なカジュアル着物が好きなあなたへ下駄の話をしたいと思います。私もですね、こう粋な着物っていうの大好きで、もうそういう着物を着るときは足元は必ず下駄にしてるんですね。草履ももちろんいいんですけれども、やっぱり粋に決めたいっていうときは下駄が断然おすすめです。下駄自体は種類がね、たくさんあるんですけれども、それをちょっと紹介してると結構時間がかかってしまうので、今日はですね、私が持っている下駄、これをねご紹介していきたいと思います。また私はですね、これまでこう6足ぐらい下駄をいろいろ試してきたんですけれども、その私の経験に基づいてですね、下駄をね履いてみようかしらって思っているあなたへのこうアドバイスなんかもねさせていただきたいなと思います。まずですね、私が昔からずっと使っている下駄っていうのが、こちらなんですけれども、こういったね2枚刃の駒下駄というものを、いつも履いてます。ちょっと形が違うと思うんですけれども、あの丸っこい形の方が吉兆と言います。そして四角っぽい形の方が愛車見と言います。こういったですね、二枚刃の駒下駄っていうのは、こう慣れていない方が履くと歩くたんびにこう台がねカタンカタンって前にちょっと倒れるので、ちょっと怖いなっていう印象を持たれる方が多いですね。でもですね、これ慣れればすっごく快適なんですよ。こうカタンカタンってこう倒れてくれることによって足をね前にすごく出しやすくなるんですよね。なので、これは私の主観ではあるんですけれども、草履でこうペタペタ歩くよりも、こう下駄でカタンカタンとこう後ろにね、あの足を蹴るたんびにカタンカタンと倒れてくれる方が、あのすごくサササーっと歩くことができるなって思います。なんかこう草履よりもね、こう結構こうザクザク歩けるような感じですね。でこういったですね、駒下駄に関して、私からですね、一つアドバイスがあるんですけれども、この二枚刃の底ですね、裏側の部分にゴムを貼った方がいいと思います。これもですね、よく見るとこう底にゴムが貼ってあるんですけれども、これは下駄屋さんで買った後にですね、あの靴の修理屋さんに行ってゴムをねこうわざわざ貼ってもらったんですよね。ただですね、これに関しては賛否あると思います。特に下駄屋さんの店主の方なんかはちょっと嫌がりますね。一回私がですね、その下駄屋さんの店主の方にこう裏にゴム貼るのってどうなんですかねってこう聞いた時に、やっぱちょっとダメっていう感じで言われました。やっぱりこう使っていくたんびにこう刃がね、特に前の刃がどんどん削れていくんですけれども、こういう削れていくっていうのもすごく粋だし、あとゴムだと滑るんだよって言われたんですよね。こうゴムをつけないでいれば、その木でできてる台なので、その木の間に小石とかがこうメリメリ挟み込まれて、その小石が挟まることによってこう滑り止めになるんですよっていう話をされたんですね。ただですね、それでも私がゴムを貼った方がいいって思ったのはなんでかっていうとですね、例えばあの駅構内とかのこう地面って結構ツルツルしてるじゃないですか。そういったところを歩く時にはやっぱりゴムの方が滑らないからですね。ゴムを貼らないで下駄を履いてたこともあるんですけれども、結構何回かね本気でつるっていったことがあるので、ちょっと危ないなって思いました。その一昔前とかであれば、その小石が挟まって滑り止めになってっていうのも確かにあると思うんですけれども、現代のね道路状況なんかを見ると、結構ねあのツルツル、どこもねこうアスファルトでツルツルしてますし、そんなに小石とかも落ちてないんですよね。なので、現代の道路状況を考えればゴムを貼った方が滑らないんじゃないかなというのは、私の経験上でもあのそういうことがあったので、貼った方がいいかなと思います。あとですね、下駄のこう削れ方に関してなんですけれども、ちょっとねあのごめんなさい、私の履きつぶした下駄でちょっと汚くて申し訳ないんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですが、こんな感じでね結構削れるんですよ。こう、ね、前がね結構削れてますよね。であの前が削れていくのは、確かにこう粋な感じになるのですごくいいと思うんですけれども、あの実はです、私の歩き方が悪かったんですけれども、しばらく履いてたらですね、こう地面にこうポイって置いた時にこうなっちゃったんですよね。こういう削れ方をしちゃったんですよね。こうなってる下駄はやっぱ履きにくいですよね。
なんかすごく足がねなんかガタガタしてしまって、でよくまあ下駄はまあこう左右をね入れ替えて履くんだよって言われるんですけれども、まあ結構ね左右入れ替えて履いてたつもりだったんですけれども、結構こう1日でねこうなってしまって、でこれをですね直そうと思ってこう左右反対に履いて、まあ、こうなるじゃないですか。すごく歩きにくくて、でしばらくこれで歩いてても全然治らなかったんですよね。結局ですねヤスリを買ってきて結構こう前側をねゴリゴリこう削ったりもしてみたんですけれども、やっぱなかなか水平にはならなくてですね、あの結構ね私は苦労もしました。これね、あ、まあ、歩き方の問題ではあるんですけれども、まあ、私の場合はねなんかこんな感じになんか左右でガタガタなってしまったのってこれが初めてじゃなくて、何回か同じようなことがあったので、まあ、なので多分もうそのままで履くことはないかなと思います。多分全部あのちゃんとゴムを貼り付けて、あの2枚刃のねこま下駄でもあのゴムを貼り付けて履くかなと思います。まあ、ですのでこう、まあ、私はですねこま下駄にもこうそこにはゴムを貼った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、下駄屋さんとかからしたらねあの邪道って言われちゃうかもしれないんですけれども、まあ、そういう手もあるよっていうことは覚えておいてください。でちなみにですね、私が一番お気に入りだった下駄っていうのがこちらなんですけれども、まあ、さっきからねちょっと気になってる方もいたかなと思うんですが、なんか畳みたいになってますよね。これカラス表って言います。まあ、厳密にはね畳とはねちょっと違うんですけれども、まあ、畳みたいな感じで履けるのですごく履いてて気持ちがいいんですよね。まあ、ただですねこう現物を見せたかったんですけれども、あの4年間ぐらい履き続けてさすがにボロボロになってしまったので、あのちょうど数日前にねあのお別れしちゃったんですよね。まあ、またねあの今度新しいのをあの新調しようかなと思ってます。そして最近ですねゲットした下駄がありまして、それがですねこちらですね。はい、これはですねウコンですね。ウコン型の下駄になります。2枚刃じゃなくて、まあ、こういう形のもので、まあ、ウコン型の下駄はねあのそこにゴムが貼られてることがほとんどですね。でですねこの部分に、まあ、デザインがあるんですけどこんな感じですね。これシコロって言います。シコロですね。結構こうデザイン的にも粋な感じですよね。で今までですね写真とかでお見せした下駄とかも全部そうなんですけれども、まあ、これもですね台と鼻緒は別で選んでます。なのでまず台を決めて、台に合う鼻緒がいっぱい置いてあるので、それの中からあこれがいいかなっていうのを当てて、これであの作ってもらってるっていうことですね。こんな感じでねあの職人さんがこう作ってくれるんですよ。まあ、この手仕事を見てるのがねすごい好きなんですよね。結構かっこいいですよね。はい、ということで私の下駄の紹介と、まあ、気をつけるべきポイントについてお話をしました。まあ、ちなみになんですけれども、まあ、私ですね、まあ、普段着着物の時毎回必ず下駄ってわけでもなくて草履を履くこともあります。まあ、私の草履はこんな感じのものになるんですけれども、カレンブロッソのカフェ草履ですね。結構こうかっこいい系のねデザインにしました。でまあ、暗い色なのでどんな着物にもね合わせやすいということでこれにしたんですよね。カジュアル用の草履はもうねこれしか持ってないんですよね。でもこれやっぱりあの結構何回も履いて長時間履いてるんですけれども、やっぱ丈夫ですね。全然なんかびくともしないですね。なんか底とかも全然削れてる感もないですし、うん、すごく丈夫だなって思いますね。でちょっとね、まあ、下駄に比べると、下駄ってほんとただの霧だったりとかするので、あの下駄とかに比べるとちょっと重いなっていう感じが最初はあったんですけれども、まあ、すぐにね慣れましたし、まあ、クッションがね効いてるのでほんと長時間歩いてもあんまり疲れないということで、まあ、結構こう外とかでずっと着物でいなきゃいけないとかっていう時は、まあ、こっちの方を履くことが多いですかね。はい、ということでですね、普段着物の時の履き物について今日はお話をしましたので、ぜひですね、まあ、参考にしてみてください。着物をスラッと着こなすスレンダー着付けについての無料 LINE 講座を開催中です。下の説明欄もしくはコメント欄から受講ができますので、ぜひご参加ください。